たなよ、けんたなよ、けんたなよ、願いをベースに。では後半の名シーン見てみましょう。제눈에아저씨가보이는거예요지난번에거리에서실수로눈마주쳐가지고그아저씨맞죠무슨말이야보인다는게아저씨귀신이잖아요제가귀신을보거든요귀신아니야처음엔다들그래요너대체뭐야뭔데보통은보여야되는게아무것도안보여뭐가보여야되는데요20살30살너의미래없나보죠미래가자아저씨귀신이잖아요오지상오바케じゃないですか도깨비じゃないですかって意味なんですねまあ幽霊とかですね귀신は자귀신이잖아요이잖아요は何でしょうか名詞プラス받침음은によってですねいいじゃないよ。まあこれ否定形の縮約形なんですけれども、じゃないですかですね。パチンがありますので、귀신이잖아요は、幽霊じゃないですかっていう、なんか聞き返す、なんかなじるような言い方ですね。まあこの用が、なくなると、じゃん。まあ、ため口の、幽霊じゃんという、言い方になるんですね。まあ、用がなくなると、ため語に、ため口になるんですね。じゃあ次、제가귀신을보거든요。보거든요。私が、まあ、私幽霊を見るんですよ。まあ、日本語とですよって言い方なんですね。じゃあ、この거든요。語感プラス거든요。まあ、これは中級文型なんですけれども、何かの、理由の説明を、付け加えるときに使うのがこの거든요ですね。처음엔다들그래요。じゃあ、처음엔、これも原型は에는になるんですね。じゃあ、皆さん、私たちは、僕らは文型をしっかりと、まあ、勉強して、漢語を学ぶ、立場。まあ、なので、このように原型をやっぱり最初知った上で、その縮約形を自由に会話で、駆使できる、そういったまあ、腕をつけたいんですね。처음에는最初は初めは다들これはみんなって意味なんですね。まあ들はちなみにこの複数を表す語尾ですね。그래요그래요はそうですって意味もありますしそのようにいますそういますって意味もあるんですね。最初はみんなそういます。자뭐가보여야되는데요何が見えるべきですかという意味なんですね。뭐가は何がって意味で、まあこちらがちょっと皆さん、しっかりチェックしたいんですね。あおやてだという何々べきなければならないという表現ですね。こちらも中級、まあ小級の考案で、ちゃんと覚えてほしい文型なんですね。なので、ボイダーが原型なので、ボイダーが見える原型なので、どうでしょうか。おーがつくんですね。おーや、ボイヨーや、イープロスおーがよーに変わる。縮約形ですね。あを活用する時の母音の縮約、皆さんちゃんと覚えてくださいね。보여야되는데요は、見えるべきなんですか、見えなければいけませんかという、表現なんですね。じゃあ最後、スムサル、ソルンサル、ノエミレ。じゃあ、スムサルの原型は、まあ、二重ですね。皆さん、数字は本当に、厄介、ややこしいですね。私、未だに、まあ、日本語今20年近く勉強してるんですけど、未だに数字は、まあ、混乱して、翻訳とか通訳するときにも間違えちゃって、大変なことになる。今でもそういった、まあ、ミスを起こすんですけれども、まあ、時間かけて練習するしかないんですね。特にこの20は発音が、字が変わるんですね。
そのサイにあたるこのサルがつくとこれが消えるのでスムサルになるんですね。じゃあ三十はソルン、まあこれは変わりませんのでソルンサル。じゃあノエミで、じゃあ皆さんこちらもしっかり、覚えてくださいね。じゃあ今日、認証代名詞結構出てるんですけど、まあ、さっきのはお前、君って意味なんですね。じゃあういは皆さん何でしたっけ、女子のういはのですね、の。じゃあしかしここで発音注意 しなければいけません。のプラスうい、のうい になるんですが、これもちょっと面白いんですね。のういは発音がしづらいのでこれは読むときはのえって読むんですね。これちょっと特殊なので皆さん、しっかり覚えてください。書くときはちょっと面白いのは、書くときはしっかりちゃんとのういって書くんですけど、読むときだけのえって読むんですね。スムサル、ソルンサル、ノエミで、20歳、30歳、あなたの、君の未来になるんです。はい、トッケビの、2人が出会う、大事な、名シーンの、セリフを10個ピックアップしてみました。ちょっと主な文型だけ、まあ、さっと説明したんですが、皆さんいかがでしょうか。次回の韓国ドラマのコンテンツ、楽しみにしてください。では、すわやすみだ。